番トヨタ消防です。火事ですか？救急車ですか？1です。過密した都市部と山間部、トヨタ消防はその両方で起きる災害に対応しなければなりません。中枢となる消防本部のほか、市内16カ所に消防署が配置されていて、およそ500人の職員が働いています。現場活動を支え、消防行政を司る消防本部。司令課では119番通報を受け付け、最新の情報システムで消防車や救急車を出動させます。また予防課では災害を未然に防ぐため、消防設備の設置などの検査や避難訓練の指導、さらに火災予防の啓発活動を実施しています。一方、災害時に出動し現場活動を行うのが各消防署の部隊です。豊田市で起きる火災、年間およそ200件。指揮調査隊は迅速に情報を収集して現場活動の統制を図り、また原因の調査を行う。現場指揮者のもと各部隊が任務を遂行する。救助隊は各隊の補助だったね。よし、はい、よし。救助隊は高層ビルなどからの人命救助を行う。はしご過程調査始め。警防隊は消火を行うエキスパートだ。ホース展開並びに機械侵入準備。センター確保。信じるのは究極にまで磨き上げたチームワークだ。自分が小学校3年生の頃に家で熱湯を背中にかぶってしまって、消防の方にお世話になったんですけど、自分もこういうことができたらいいなと思い、消防で働きたいという意識が出ました。やはり人命救助だと思います。豊田市の年間の救助件数およそ300件。救助隊は人命救助を行う専門部隊だ。4つの消防署に特定任務が与えられていて、特殊な環境下での救助に対応している。危険な高速道路上での救助、森林での山岳救助、水難事案に対応する救助、急流での救助など、さまざまな任務がある。中でも高度な救助を行う精鋭部隊が SRT
スーパーレスキュートヨタだ。 SRT は危険物が絡む災害や大規模な地震災害など極めて困難な状況下で救助を行う。はい、まっすぐ、そのまままっすぐ。やはり発見、発見。よしよし、まず最初運転席を開放する。高度な技術が求められる任務。よし、救うことを諦めない。もう入庁当初から高度救助隊を目指して訓練や通常業務に励んできました。体力を生かすっていう部分と、自分は野球をやっていましたので、その中でチームワークで一つのことを成し遂げるというようなことがとてもやりがいのある仕事だと感じています。1秒でも早く助け出すことが僕らの仕事だと思ってます。豊田市の年間の救急件数およそ1万8000件。近年増加傾向にある。救急隊は急病患者やけが人の応急手当を行い、病院へ搬送する部隊だ。時にはドクターヘリなどとも連携し、救命のリレーをつなぐ。刻々と過ぎる時間の中、救うために全力を尽くす。痛くないですか？最初はかっこいいなという憧れからだったんですが、だんだんと人の役に立ちたいという仕事に就きたいと思いまして、消防職を目指してなりました。人の命を守ることです。では改めて豊田消防の1日をご紹介します。現場を担当する職員は24時間勤務の2交代制です。勤務を迎える番と終える番、両方の隊員による申し送りが行われ、車庫前に整列して交代します。毎朝必ず行われるのが車両と資機材の点検です。各部隊の通常業務は様々。最も重要な仕事はもちろん災害出動ですが、防火水槽や消火栓の水利点検、消火器などの立ち入り検査も大切な仕事です。休憩時間はそれぞれ自由に過ごしますが、いつでも出動できる心構えをしています。年々女性職員が増える豊田消防。現場と事務、さまざまな職種で活躍しています。やっぱり女性らしさがあるので、119番をかけてくれた通報者の人にとっては多分ホッとできるような存在になっているのかなとは思います。毎日毎日いろんなことがあって、でその中でやりがいをどん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 見つけていって、仕事をやってるなっていう感じがあります。夕飯は若手職員が協力して作ります。いただきます。夜間訓練も実施しています。安全だよ、大丈夫ですか、わかりますか。
仲間と共に本番さながらの訓練を繰り返し、チームワークを磨き上げます。午後10時30分、24時間勤務の職員は睡眠をとります。翌朝は午前5時起床。朝食後、交代する仲間のために掃除や防火衣などの整理整頓をします。消防の仕事は奥深く、皆一生の仕事として勤務しています。